田中優奈は CBC テレビの社員。元アナウンサー。大阪府出身。血液型は B 型。同志社香織高等学校時代はダンス部に在籍し、首相も務めた。2010年夏の日本高校ダンス部選手権は、西日本大会のビッグクラス部門で決勝進出。2011年夏及び2012年春、夏の同選手権全国大会では、 優勝を経験。2014年に阪神タイガースが結成したタイガースガールズの第一期生で在籍中にはユナという名前で活動していた。アナウンサー養成スクール聖アカデミーに通っていた。2017年同志社大学を卒業。CBC テレビ入社。同期アナウンサーは坂木原祐介、高山雄一郎、山内彩香。 アナウンサーデビューは同年7月27日放送の坪井のりをの聞けば聞くほど CBC グループが加盟する JNN、JRN の優秀なアナウンサーを表彰するアノンシスト賞では2018年度の第44回から新人奨励賞が新設されたことに伴って入社2年目の同年度に長谷川健森と揃って同賞を受賞したしかし 一心上の都合により、表彰式直後の2019年6月30日付でアナウンス業務を停止。同年10月でアナウンス業務から外れた後にテレビ編成部へ移動した。特技は韓国語、ダンス、パンシェル受験定2級。他局同期で読売テレビ放送アナウンサーの中村修功と交友がある。ありがとうございます。